ブロッコリーは2センチの大きさに切ります。プロセスチーズは1センチ角に切ります。ボウルに入れシラスを加えます。天ぷら粉の半分を加えてまぶします。残りの天ぷら粉、冷水を加え粉が少し残る程度に軽く混ぜます。油を170度に熱し、6分の1の量をスプーンにのせ丸く形成し、油に滑り落とします。全量繰り返します。2分ほど揚げ、裏返し再度2分ほど揚げます。取り出して油を切ります。器に盛り、お好みで塩を添えたら出来上がり。東急ストアのホームページ内ファミリー109ページではあなたの料理のお悩みを募集しております。